海老古正樹は、愛媛県伊予郡正木町にある、富士系列のショッピングセンターである。正木町が誘致を計画し、地場系の富士と、全国チェーンのイオングループとの競合となったが、結果富士に決定し2007年5月に、着工、2008年4月26日に開業した。エミフルという名前は一般公募され決定された。由来はエミとフルを掛け合わせた造語である。エミフルは三日月状のコンコースの周りに専門店が並んでいる構造でインテリアなどにも趣向を凝らしている。さらに店内に無料の大型ロッカーを設置したりと利用者の利便が図られている。初日の来店者数は10万人を記録。開業後初めての大型連休であるゴールデンウィークには予想されていた80万人を上回る100万人が来客した。2000年に事業化され計画が発表された。当初は2004年4月の開業を予定していたが、沿線住民の反対運動や用地の取得が遅れたことから延期となり、当初より4年遅い2008年4月26日となった。当初は映画館だけではなく天然温泉の入浴施設も計画されていたが具体化されてない。また、ニューレオマワールド業の送迎バス利用者専用パーク&ライドサービスを実施している。オレンジコートエミフルの夜景テナントには富士グラン松山、富士グラン重信や閉店したラフォーレ原宿、松山から移転してきた店舗がある他に、四国初出店のテナントも多数存在する。また、当初の予定より遅れたものの映画館も併設された。掲載は、純不動であり、代表的な店舗のみ掲載。全店舗のリストは公式ホームページを参照。2010年2月現在では、敷地内の第1期工事は完了しており、その後は2009年8月に大期とニトリが、同敷地内にそれぞれオープンしている。第2期工事で予定されていたシネマコンプレックスはシネマサンシャイン海老古正樹として2010年2月27日にオープンしたが、当初計画にあった温浴施設に関してはディベロッパーの関係で建設時期は未定である。シネマサンシャイン海老古正樹はエミアミューズの2階に位置する映画館。2015年7月4日に四国初導入の体感型上映システム4デラックスシアターがオープンした。隣接する幹線道路である国道56号、宇和島方面行き車線からの右折信号待ちの車による渋滞緩和策として他に国道から敷地内への高架橋が作られているが実効性に乏しく日中はほぼ年間を通じて渋滞しているのが現状である。富士川はあくまで隣接する伊予鉄道群、中線湖線駅や宇和島自動車海老古正樹、停留場などの公共交通機関の利用を呼びかけている。鉄道を利用した場合、松山市駅から伊予鉄道群中線を利用して約15分で到着することができる。利用促進策として土日、祝日限定で3000円以上の買い物をすると、小泉駅発の伊予鉄道群中線のみで利用できる無料乗車券を配布するサービスを行っている。2009年、富士社長の発言を受けて、正木町長が海老古正樹に隣接する正木公園へのスタジアム建設を以前から依頼されている J1 に上がるのとどちらが早いか競争ですねといった趣旨の発言をしているが、2010年現在、愛媛県は国体予算を使って、総合公園陸上競技場を J1 規格へと改修する予定であり、正木公園に建設するといった計画は存在しない。ありがとうございます。